この林間合宿でさらなる高みへ。さすがだぜ爆王。まだだ。ミラの狙いの一つ、止め。狙いが生徒の勝っちゃう。爆王、単独では動かないこと。爆王、てめえまさか爆王拉致する気か。叫んじゃねえ。ヴィランが少ねえならなおさら俺も。ええ、数に勝るものなしです。ダメだ。プロを足止めする以上狙いは生徒、爆豪がその一人ってだけで他にも狙ってるかもしれん。俺たちが出ていい舞台ではないんだバカ者。んなもん分かってるよ。でもさ、何もできなかったんだ。ダチが狙われてるって聞いてさ、何もできなかった、しなかった。ここで動かなきゃ俺はヒーローでも男でもなくなっちまうんだよ。いいだが、みんなが正しいよ。そんなことは分かってんだよ。でも波乗りや、まだ手は届くんだよ。助けに行けるんだよ。引き返すならまだ間に合うぞ。迷うくらいならそもそも言わねえ。あいつはヴィランのいいようにされていい玉じゃねえんだ。さあどうだやめろぜ。お待ちください。この暗さで見られるか。それなら私が暗視鏡を。やろうぜ。それ持ってきてんだな。実はすごい。なんで。やれること考えた時にいると思ってよ。でもそれめっちゃ高いやつじゃない。僕もコスチューム考えてた時にネットで見たけど、確か5万くらいしたような。値段はいいんだよ、言うな。だから桐島君、君が成功率を上げる鍵だ。そしたら桐島君だ。ガッちゃんと対等な関係を築いてきた友達の呼びかけなら来い。きっとバカか。とりあえず動こうぜ。爆豪のことをヒーローたちに報告しなきゃいけねえだろう。そうだな。霧島、小遣い与えたんだろ。おめえ俺が暗視鏡買ったのどこで聞いた。いつまでもしみったれられっと。こっちも気分悪いんだ。いつもみてえにバカさらせ。悪いな。爆豪君は？ずっと前にくだらねえ先に寝るって部屋行った。俺も眠い。君は特別に強い心を持っている。今日は君たちの胸を借りるつもりで頑張らせてもらうよ。ふかしてんじゃねえ。セリフと面が合ってねえんだよ。こらおめえ失礼だろ。すいません無礼で。いいんだよ、心が強い証拠さ。みんなあまり離れず塊で動こう。うん、そうだな。ふざけろ、遠足じゃねえんだよ。バカ、待て待て。雷、なんでついてきたんだ。君たちが走ってっちゃうからさ、寂しくてついてきちゃったの。うっせえな。何その言い方。やめろって爆豪、上に何人もいたっぽいし、ここは3人で協力して。死ねえ。そう言うなって。あぶねえ。ダメージ次第で解除されちまうんか。どれで遠距離攻撃ばっかなわけだ。ありがとな雷。すんだよアホズレ。やっぱディスられても仕方ねえわお前。死血こっち来てんぞ。爆豪君よ。ああ、獅子倉、糸目の男が君のとこに来なかった。ああ、のした。やはり あれは自分の価値基準を押し付ける節があってね。何かと有名な君を見て暴走してしまった。なんでついてくんなこと、クソマブダマ。なんとなく誰が腕を怪我したの。助けてくれ、痛い。うるせえ、自分で助かれ。自己流貫きすぎだろ。すげえ大怪我してるかもしんねえだろ。安全な場所まで案内しようぜ。でもあの言い方はないな。原点なんでて。続きましてプリントをお配りします。
採点内容が詳しく記載されてますので、しっかり目を通しておいてください。霧島君。あなた、よくうせえ。そういうんじゃねえから、これ。おれー、ゴミがあるなら持ってこいや。爆音頼む。おい、こっちも頼む。よこせや。俺もおいらも。サンキュー、メルシー、ありがとう。溜め込みすぎなんだよ、このクソども。